カレー。入りますね。いい手に洗ってたんだけどね。ね、勝負手いっぱいあったけど。マジで。ちょっと気合が足りないですね。いや、気合はめちゃくちゃ入ってたよ。六山積もれないなんて、アイスチューブね、気合が足りないですね。あれが引けない方では。あれ全部中村さん G 局は即掴んでたからね、 GPS。 まあでも貼られちゃってるともうきついね、あれ降りないもんね、もう降りない、そのイースチューさんの時降りてくれたんだけどね、そう、判定だからサボロソで一発でね、トラの IP 引いてきて、で、上がり逃してくれてきたかと思ったらね、小さく5枚ぐらい流れたんですよ、中林さんに。だって最終的に椅子地層 1,2,3,4,5,6 枚持ってましたよね、まあきつかったね。どれか上がれてたらね、もう一個ね。いや上がれたけどね、2回くらい、まあ、1万2千と1万2千と、ね、ね、そう、よう掴んだんだよな。いや、めちゃくちゃ掴んでました。よう掴んだ、本当に。チーピン担当も上がりたかったし、チーピンに山で、まあ、まあ、ダマもあったけど、ね、あれ珍しいと思ったね、リーチ。いや、でもリーチでも出るパターン全然あるなと思ったから、もう一個ロケ見えたのね、いや、あともう多分絶対渡辺君降りないと思ってたから、なんか、うん、降りないね、うん、で脇からさ、捉えるなんて結構痛いやん、これね、球速はもう一枚見えてるな、球走、あと2枚持ってたんですよ、中林さん。チートイスの1枚。あ、そうなんだ。いや、シャア出てきたから、もう絶対持ってないと思って。いや、そうなんですよ。何個から切ってね、変わっちゃったんだよ、ね。なるほど。チートイスの射程で粘ってたね。うん。これ、大きかったのにな。外裏引いてね、長で上がって。はるか昔よ。これ、めちゃくちゃ、こんなことあったな。この時は。こんなことあったよ。うん。これも貼ってたんだよね。こっちの。やめてにして。いや、そう。で、渡辺君、この激アツのドラ引きで、不利点解消の。なるほど。ここまでは、本当に素晴らしい流れだった。